皆さんこんにちは、タッキーチャンネルの大輝です。いやー、前回も非常に盛り上がりましたね。なんと今回は大物 YouTuber に来ていただいております。ゲストはアッキーさんです。おー、ありがとうございます。アッキーです。どうも。毎回見てますよ。ありがとうございます。めっちゃ面白いよね。この間の防石鹸も良かったし。ありがとうございます。違うか。俺の番組だったね。アリカチャンネルアッキーでーす。今日はですね、スペシャルゲストとしてお一人お呼びしております。京都サンガ FC 所属、ポジションはミッドフィルダー、ボランチと攻撃的ミッドフィルダーの両方をこなす平田大輝選手です。こんにちは。こんにちは。はじめましてだよ。はじめまして。平田選手のプロフィールって言いますか。はい、簡単にちょっと喋ってもらえますか。はい、今期から京都サンガ FC に所属となりました平田大輝です。皆さんよろしくお願いします。あの大輝くんとの出会いっていうか慣れ初めなんですけど、囲い健太郎選手から、とても素晴らしい好青年がいて、将来必ず活躍するだろう、そういうあの一応された選手が、まあ、平田選手で、まあ、その縁を結びつけてくれたのがこのナノバイトソックス。はい、これを4年ぐらい前ですかね。4年ぐらい前ですね。4年ぐらい前から入っていただいて、はい、多分数々のゴールを生み出してくれてるんですけど、その中の1ゴールぐらいは多分このソックスが、いや、その中の半分以上は半分以上はそのソックスの上です。かなりすごいね、これ半分って。すごいです。最後のキック力っていうか、はい、平田選手の魅力でもあるので、すごいこのソックスが役立ってくれた、そういうことでよろしいですか。間違いないです。そういうことです。ありがとうございます。どんなあれですか、履いてて魅力を感じますか。そうですね、もともとはサッカーソックスって5本指じゃなくて普通に、うん、普通の靴下と一緒のソックスだと思うんですけど、はいはい、やっぱりまず5本指っていう時点でこうしっかりとグリップ力もあって、下をこう掴める感覚もありますし、うんうんうん、何よりもその中でスパイクの中です全然滑らないですし、自分の足に対してこうフィット感がすごく良くて、もうサッカーをやっていく上で自分の中で本当に欠かせないソックスになってます。欠かせないですか。欠かせないです。この5本指ソックスが間違いないです。ありがとうございます。太鼓判ほぐれてきたところで、平田選手に一問一答コーナー。これからちょっと、はい、サクッと質問するんで、はい、これにパンって思い浮かんだことをパッパッて言います。パッて言ってください。ました。あんまり考えすぎないで、はい、パッと言います。まず第1問、好きな海外クラブチームは。アーセナルで。アーセナル。はい。2、海外でサッカーするならどこの国。イングランドプレミアリーグで。わー、いいですね、イングランド。ちなみにアールズコートはイングランドの方の、駅名、地名の文字っております。おーっつった今、知らなかった。いや、知ってました。アールズコートっていうね、駅があるんですよ、はい、第3問、大事な試合前のルーティーンってある。ないです。ない。はい。超自然派。ここはすごい大事なんですけど、ちょっとアッキーも聞きたい。4番目、一番印象に残ってる試合は。2018年のアウェイの松本山賀戦です。松本山賀、はい、アウェイ、はい、あとでちょっと掘り下げてみましょう。第5問、インドア派かなアウトドア派かな。アウトドア派です。アウトドア、はい。それに関連して休みの日の過ごし方。家族でお出かけします。お出かけ。よく見るテレビ番組は。水曜日のダウンタウンです。あー、 YouTube って見る方ですか。 YouTube は見ますね。どんな YouTube を。アリカチャンネルですか、ね、アリカチャンネル、はい、はあ、見ていただいてたんですね。はい、しっかり見ます。そこに出てますよ今
あ、これアリブチャンネルですか、これ。そうなんですよ。ありがとうございます。スペシャルゲストとして。ありがとうございます。いやー、それ自分も自分を見るみたいな。ちょっと恥ずかしいんで見ないです。好きなアーティストは？は清水翔太さんです。あー、何でしたっけね、代表曲は。こんな感じの歌、ね、そんな感じの歌。翔太さん今、欲しいものはありますか？欲しいものあります。はい、はい、最近行った旅行先、教えてください。沖縄に行きました。沖縄、はい、おお、質問、簡単ではございますが、以上でございます。ちょっと掘り下げて聞いてみたいですけど、一番印象に残ってる試合、アウェイ山鹿戦、はい、元山鹿、はい、これはどんなシーンですか？そのシーズン、松本山鹿さんと、まあ、僕は町田にいて、うん、首位攻防戦というか、首位攻防、はい、0対0で後半ロスタイムに自分が直接フリーキックを決めて、はあ、試合が終わって勝てたっていう試合で、本当に、はあ、こう記憶に残るというか、自分の中で、はい、すごくいい試合だったなと思ってます。ロスタイム何分あったんですか？ 2、3分、そんなもんでしょうね。3分ぐらいじゃないですかね、多分。で、フリーキックはどれぐらいの距離？ペナ外ぐらいですね、ちょうど20メートルちょっとぐらいじゃないですか、ね、それはすごいシュートだな。気持ちよかったです。いやー、気持ちいいでしょう、それ。休みの日の過ごし方、はい、家族で外出って答えていただきましたけど、はい、どこ行くんですか？そうですね、まあ、趣味がキャンプで、キャンプなので、家族でこう静岡の方とかにキャンプしに行ったりとかしますし、うん、結構アクティブにいろんなところに行きます。何があれ一番その中で火を起こすとか、何が楽しいですか？そうですね、まあ、まずはやっぱりキャンプって自然なところに行くので、四季をものすごく感じれるんですよね。なるほどね。で、欲しいものある？ある。まあ、僕今年ゴルフ始めたんですけど。ゴルフ？はい、ドライバーとかその、うん、そっち系は買ったんですけど、うん、ゴルフウェアが持ってなくて。ゴルフウェアない？はい、あのゴルフウェアが今欲しいなと思ってます。じゃあさ、たまたまなんですけど、はい、ゴルフウェア作ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、勝負しますか？プレゼントする？勝ったらプレゼントす。いや、でもその前に俺持ってないとゴルフできないんで。負けてもプレゼントしようか。お願いします。ぜひあのアールズコートのジェネレーションラインって言うんですけど、はい、ゴルフウェアを着ていただきたいですね、はい、すごく似合うと思います。プレゼントしてください。プレゼントします。ありがとうございます。いろいろと質問に答えていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。大輝くんの新たな一面というか、本当にキャンプ、ゴルフ、家族旅行、はい、いやーすごくいいことが聞けました。はい、アッキーもキャンプやってみたいと思います。やりましょう。はい、今期から京都さんが FC でプレーすることになりましたけど、まだサポーターの皆さん、僕のことをよく分かってないと思いますし、まあ、僕自身一日でも早く京都サンガ FC の勝利のために貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。応援します。アリカチャンネル、初登場、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。長い間喋っていただいて非常に楽しかったです。いや、今季の活躍をアッキーもすごく期待しております、はい、ぜひゴールを決めてほしい。頑張ります。初ゴールまでまずはアッキーが全力で応援しますんで、はい、このまたアドバイトソックスがゴールに影響を与えてくれることを期待しつつ終わりたいと思います。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。おう、なんと今回は大物 YouTuber に来ていただいております。今日のゲストはタッキーさんです。アッキーさん、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 もう一回いきます。今みたいな感じですか？